1234で健康づくり始まりました。今回も前回に引き続きゆっくり継続する運動、ポレポレ運動を皆さんにご紹介していきます。さあ今回も秋っぽく長続きしない石田咲が運動の大切さを学び、運動習慣を身につけるためにこのポレポレ運動の魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思います。それでは今回も元気よく行ってきます。さあ先生、今回はどんなポレポレ運動を教えていただけるんですか？はい、今回は腹筋と大腰筋を鍛える上体起こしと、前回行ったステップ L の脳トレ編を行いましょう。もちろん今回も誰でもできる運動なんですよね？はい、大丈夫です。はい、それでは前回同様運動前のストレッチを行いましょう。はい、さあストレッチが終わりました。今回は上体起こしをやっていきましょう。はい、マットの上に仰向けに寝てください。はい、膝を立てます。はい、そうです、膝を立てたら足を少し開いてください。はい、首のちょっと弱い方には少し枕をかいてあげた方が楽になりますので、で両手は太ももの上に乗せてください。はい、ゆっくり手を上に上げながら、そうです、上体を上げてくるんですけど、最初は肩が離れるぐらいで大丈夫です。そうです、で息を止めないように、そうです。はい、でこの状態で 1,2,3,1 でゆっくり 1,2,3、 そうです、戻します。はい、これも 1,2,3 で上げて1で止めればいいですか？そうです。で1で止めるときに力が入るので息を止めない、声を出していくというのが大事ですから、カウントをしましょう。1,2,3,1,1,2,3 という声出しをしながら、であとは首が大事になりますので、グッとやらないように、であと置いていかないように、首がもう後から来ないように、そうです、一緒にですね、肩と一緒に首が、はい、そうです、上がっていく状態で止めて、はい、ゆっくり戻してください。はい、そうです、どうしても上がらないっていう方にはそうです、おへそを見るだけでも大丈夫です。でこのおへそのところを意識していただいて、ゆっくり戻していただいても大丈夫です。はい、最初はもう肩が離れるだけで大丈夫です。でこの時に首が痛いとかそういう方はもうやらない方がいいですし、はい、はい、この枕をやることによって首が楽であれば必ずやっぱりやっていただいた方がいいので、はい、ご自分の首に調整しながらやってください。1,2,3,1,1,2,3、そうです、2,2,3,1,1,2,3,3,2,3,1,1,2,3,4。息を止めてしまうのが一番怖いですので、血圧が上がったりとか体調崩してしまうので、ちょっと力みたくなるんですけど、そこを我慢して息をしながら行ってください。大丈夫ですか？10,2,3,1,1,2,3。これだけしか上げてないので、いつものここまで起きる腹筋より簡単かなと思ったんですけど、同じくらいしっかりお腹にきますね。そうですね、はい、鍛えたいところはここですので、必ずこの高さでやっていただいて、でも思った以上に効くという、はい、きちんと負荷がかかってます。そうですね、筋トレが終わりましたので、前回に引き続き、踏み台昇降の脳トレ編に入っていきたいと思います。はい、今回は脳トレ編ということで、ちょっと難しそうなんですが、一体どういった運動なんでしょうか？踏み台昇降、動きながら脳を使う運動です。いろんな振り付けをしたり、あとしりとりなんかしたりすると楽しいですよ。基本のステップに加えて、こういろんなことをプラスしていくわけですね。そうですね、ちょっと楽しい振り付け付きの踏み台昇降をやってみましょうか。はい、はい、じゃあいきます。はい、1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6
6、7、8、これはもう基本的なステップにこう足を上げるという動作がプラスされたんですね。そうなんです。これね、単純に上げてるように見えますけど、後ろのねハムストリングスというところの筋肉を鍛えてますね。ここの筋肉が衰えちゃうとどうなっちゃうんですか？猫背にまずなりやすくなりますね。年を取ってから猫背になったりすると足の幅も少なくなってきますので、大切な筋肉ですね。まあ、10分程度やっていただければ十分効果はあると思います。で、皆さんきっとこのステップがお家にないと思うんですが、何かこう本当にお家の中にある段差でいいんですよね。そうですね、10センチくらいの段差を作っていただいて、はい、こう動いていただけると介護予防になるということですね。なりますね。はい、これは毎日続けることが大事であって、なるべく2日に1回ぐらいずつやっていただいても構わないと思いますよ。じゃあ今度はこれに加えてしりとりもやってみましょうか。しりとり、これをこの運動をやりながらしりとりをするんですね。はい、そうなんですよ。はい、これはね脳トレになりますね。いちご、ごま、枕、ラクダ、団子、何でしょう何かな、難しいな。5です。5でですか。いろいろこうやって考えるのがいいんですよね。脳トレはね、答えを出しちゃうことが重要ではなくて、考えることが大事。迷った方がこう脳が動いてる感じがしますもんね。そうです。ですから答えは出なくて結構ですよ。はい、楽しくやってください今回のポレポレ運動いかがでしたか？運動習慣を楽しみながら身につけられる運動ですので、ぜひ皆さんもやってみてください。介護の必要なく元気に暮らせるシニアライフを目指しましょう。先生ありがとうございました。ありがとうございました。